やばいやばいやばい、柔らかい柔らかい、よいしょよっ、おお、どうもダイキングです。本日も動画見ていただきありがとうございます。今日はですね、バルミューダザトースターであるものを焼きたいと思うんですけども、まあ、サムネイルにある通り、あのローストビーフですね。バルミューダザトースターって、まあもちろんトースターなんで、パンとかね、あとピザの動画も上げたんですけども、割と好評で、まあそういうものにイメージがあると思うんですけど、実はあのローストビーフができるという。バルミューダさんもあの公式でレシピがありまして、まあ一応概要欄にもあの載せておきますけども、精肉専門店、カウボーイさん、シグネチャーレシピっていう、そのいろんな店の方がね、あの、こうやって使うといいよっていうあのレシピを作ってくれてるんで、そちらに沿って、ローストビーフ、作っていきたいと思います。準備するものはもうめちゃめちゃシンプルで、塩、胡椒、油、このサラダ油とかでもいいです。僕はオイルボイルにしました。もも肉、ただ赤身の脂身のね少ないやつがいいです。これちょっと多めなんですけど、アメリカ産とかがいいのかな。オモとかリブとかアルミホイルも必要ですかね。でもそんなもんかな。と前もって肉をね常温に戻しておいて、塩とこの、まあ、これも僕やってあるんですけど、塩と黒胡椒をですねまぶす、あとすり込んでおくっていう。もうこの時点でうまそうだけどね。これを、次はですね、油を引いた鉄板、あのフライパンに油引いて焼いていきます。で表面だけ焼くっていう形ですね。でまず油を引いて、換気扇がうるさい、おっ引きすぎた。でこのうまそうなもも肉の表面、これやべえな、でぶっ刺しちゃおう。おー、表面だけあの中火で、うわーすごい、焼きます。うわ、油がすごい出てきた。おー、うまそう。もうあったよ、いしょ、おーい、もううまそうだけどな。そう、表裏でこのサイド横とかもね、あの全部それぞれ焼き目をつけていきます。あ、ちょ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 、めちゃめちゃうまそう。もうね、これ時点でもううまそうなんだよ。おー、焼き目ついた。あ、でもまだこれで完成じゃない。まあ、一般的なローストビーフはなんかこれで完成らしいんだけどな。アルミホイルですね。ちょっと周りをこうなんか土手っぽくしておくと肉汁が垂れないので。これでバルミューダザトースターようやく登場します。やべよ、超うまそうだよもう。はい。でこのアルミホイルだけをバルミューダトースターに、まず置きます。よいしょ。いろいろモードがあるんですけども、フランスパンモード、これですね、に合わせます。あー、もういいね。でその次にこのフランスパンモードで、10分、これで一応しばし待ちましょう。この待つ時間もね、なかなか優雅というかね。さあ出来上がってきているのかな。これは、まあ、まだまだ時間はありますが、待ちましょう。そろそろできるはず。来ましたね、運命のご対面。よいしょ、わあ、ああ、あ、やば、光っております、お肉が。おお、ちょっと片手だけしていいかな。よいしょよいしょ、なんだこの絵面は、うまそうすぎるぞ。おお、これはやばいね。で、一応まだこれで完成じゃなくてですね、最後、まあこれでも食べれるんですけど、アルミホイルでくるんで、10分から30分置きます。ということで、ちょっと、くるんじゃう。置いときます。15分ぐらい経ったかな。開けるぜ。おお、まあ見た目的にはそんな変わってないけど。いや、やばいね。やっぱこの肉の、何テカリというのか。えぐいね、この。絶対うまいじゃん。よいしょ。で、ちょっと、切ってみよう。肉だ、肉だ。どうだ、どうだ。やばいやばいやばい。柔らかい、柔らかい。よいしょ。よっ。おー、ほほ。思ったより赤くなかったな。よっ。いいよ、このちょうどいい感じ。手で行儀悪いけど、うわー、あ、
あー、もうプルンプルンしてますよこれ。おー、ローストビーフです。どうもこんにちは、ローストビーフです。うわー、すごいこれ。なんかね、弾力がかなりあってプニプニしてるっていうかね、ふにゃ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 してるんですよ。わ、うわー、これはやばくないか。これはやばいぞ。うわー、こんなん簡単にできちゃうのすごいね。焼いてトースターであれし10分置いただけだよ。うわ、これは素晴らしい。断面最強だね。と切ってみました。うわはは、素晴らしいねこれは。ね、このままだと味気ない感じもちょっとするので、まあ、塩コショウとかね、あの柚子コショウとかレモンとかもいいかもね。ちょっとお好みで軽くこうってもらって、コショウとかもね軽く。これはやばいね。これ皆さんぜひやるべきです。簡単。あ、ローストビーフ美味しかった。あのちゃんとやったのね、僕初めてだったんですけど、意外といけますね。もう焼いてあのこれに10分入れるだけなんで、もうそんな普段料理しないんですけど、そういう方でも全然あの簡単に、もうもも肉、塩コショウ、あの油だけあれば、あとアルミホイルか、美味しく出来上がるので、よければね、あのやってみてください。他にもね、あのバルミューダザトースター自体の動画だったり、記事、ブログやってるんで、そちらの記事もあるので、よかったらそちらも概要欄からね、ご覧ください。こちらのチャンネルでは生活の質とかね、効率を上げるようなガジェット、家電など、レビューしてますので、こちらの動画良かったと思った方はね、グッドボタンだったり、チャンネル登録していただいて応援いただけると、嬉しいです。はい、コメントもお待ちしております。ということで今日も最後まで動画見ていただきありがとうございました。また次の動画で出会えることを楽しみにしております。じゃあ、バイバイ。